ありなみさん、こんにちは。ゆずひこです。それでは、今回なんですけども、キャッシュは2%を終了し、1%還元へ。 10月よりキャッシュポイントがスタートということで、今回はちょっと本題に入る前に、昨日ライブ配信来ていただいてありがとうございました。まさかですね、急に始めて、ちょっとテスト配信だったんですけども、あんなに来てくださると思ってなかったので、すごくびっくりしました。もしですね、次回ライブ配信をする際は、Twitter もしくは YouTube で事前に告知をした上で始めたいと思いますので、またあの、お時間ある際は見に来てください。それでは本題に戻りまして、今回は Visa プリペイドカードでもかなり人気のある、キャッシュについ いいいてて新たたな情報がありままししので早速シェアしていこうと思いますそれでは早速こちらですね10月1日よりキャッシュポイントがスタート下の方にもちょっと出ていますがキャッシュレス消費者還元事業もスタートということでこれを見る限りはまあ何のこっちゃということになると思うので早速公式ページの一部抜粋しながら詳細に入ります まず結論からお伝えすると、今回は新たにキャッシュポイントというサービスが始まって、もともとキャッシュは決済額に対して2%還元だったんですけども、それが10月の1日より1%の還元になりますよということですね。まあ、このキャッシュポイントの特徴として3つほどありまして、 まず1つ目は、このリアルカードで買い物をすると100円で1ポイント、そしてオンラインでも実店舗でも1%還元されるということ、次2番目のリアルタイムでポイントが貯まるということで、まあ、なので決済したり売上が確定をした瞬間にポイントが付与されたり、ポイントが確定したりするということですね。 そして3つ目は、ポイントは1ポイントから使えるということになってまして、1ポイントから1円としてキャッシュにチャージができたり、チャージした残高はお買い物とか、まあ送金に使えるということですね。次に、キャッシュポイントについてのリアルカードとバーチャルカード、それぞれ対象となることや対象外になることもありまして、まずは赤枠の中のリアルカードからなんですけども、まあ上から順に読んでいくとですね、まあ対象となる取引、オンライン決済または実店舗決済、そして 対象外となる取引はクイックペイによる決済とか、あとはその他一部の取引ということで、まあ、還元率は先ほどお伝えしたように決済額の1%ですね。次にバーチャルカード。こちらは対象となる取引はオンライン決済。で、対象外となる取引はクイックペイによる決済とか、その他一部の取引。そして還元率は決済金額の0.5%となっています。まあ、見る限りはどちらもクイックペイはダメみたいですね。そしてその他の一部の取引というのは10月の1日以降に詳細が発表 発表されるとといいうことになっています今回、キャッシュは、よく聞く、キャッシュレス消費者還元事業に伴って5、5%から2%のポイント還元を受けることができます。それが今、下に出ている図なんですけども、まず赤枠のところですね。リアルカードを有効化済みの方ですね。その場合は、キャッシュの1%プラス、今回のキャッシュレス消費者還元事業の5%か2%。そして、それ以外の加盟店では1%のみの還元。そして、リアルカードを発行していなくて、バーチャルカードのみ 発行されている方はキャッシュの0.5%プラスキャッシュレス消費者還元事業の5%もしくは2%そして右にも出てるそれ以外のビザ加盟店では0.5%ということになっています、まあ、これを見る限りはいかにキャッシュレス消費者還元事業の加盟店で決済する方がお得かっていうのが分かりますね ま、そんなこんなで今回はキャッシュの2%還元が1%還元になりますよということについてお伝えさせていただきました。ある意味これまで2%還元をしてきたキャッシュはほんとすごいですよね。 やっぱりキャッシュだと他のオリガミペイや楽天ペイとくっつけて使うこともできたりですとか、他のクレジットカードからチャージできたりと使い方は幅広く、まあそれが魅力的なビザプリペイドカードということだったので、まあ僕的にはキャッシュに関してはメインで使うか他のペイサービスがどんな感じで動くかによって変わってきます。まあぜひですねこの動画を見てくれている視聴者さんはどうするかなどご意見などがあればですね下のコメント欄に書き込んでいってください。一応下の概要欄に公式のページのリンクを貼っておきますので詳細が気になる方はチェック。 してみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。